私ががんって診断されたのが、えー、ともうだいぶ前で2001年の時なんですねでその時はもう今と違ってもっとこうがんっていう病気が、あのー、マイナスなイメージが強かった頃だったんでもう自分も知識も全くなかったのであ自分はもう死んでしまうんだってもうシンプルにすぐそういうふうにしか思えなかったっていうのが強烈に印象を残ってますお腹が痛くて病院に行ったら 自分はもうなんかお腹が痛かったんで、なんか胃腸炎とか胃潰瘍とかそういうふうな感覚で言ったら、もうすぐ入院してくださいって言われて、で調べてったら肝臓癌です。で、それもだいぶ進行してて、もう、まあ今の状態で生きてるのが不思議ですねっていうような感じだったんですね。そうですね、へこんなんですけど、まあ自分の性格もあるのかもしれないんですけど、あまりにもそのことのことが大きすぎて、 全然こう受け入れられないっていうか。だからもう言われた時はもちろんへこんで、一晩もずっと泣いてたんですけど、もう翌日にはもう、ケロッとこう気持ちを切り替えることができたというか。まあ治療頑張ろうみたいな。まあやるしかないんだし、みたいな感じで。はい。その後はそんなに落ち込むとかっていうのはあまりなかったですね。 あの、考え方はそうですね。あの、まあ、特に価値観がやっぱり変わったっていうのが大きくて、えー、やっぱり病気する前っていうのは、ちょうど25の時だったんですけど、まあ、仕事も最優先で、まあ、仕事も好きな仕事をしてたんで、そういう感じだったんですけど、病気をしてからは、もう仕事が <laughs>、なんか優先順位がだいぶ下の方にいっちゃって、まあ、それよりも健康だったり、自分のその好きなことをや,やりたいとか、そういうところにこう、重きを置くようになりましたね。 あの自分自身あの患者会を運営しててで結構あの茨城でそのがん教育をこう広めるためにいろんな学校で出前授業とかやってるんですけどもでおかげさまで団体としても年間780件とかやってるんですけども更にそれをどんどんこう増やしてってまあがんに対する偏見とかそういうのを少しでもこう減らしてってもう子供の頃からこうがんに対してこう分かるそういったこう知識をつけたりとか。 あとはそういう,こう偏見を持つような大人になってもらわないように、そんな活動ができたらいいなっていうふうに思ってます。そうですね。まずやはりこう焦らないってことですね。こう焦ったりとか、あとはこう焦って間違った情報に飛びついちゃったりとかって結構そういう話聞くもんですから、まずはこう落ち着いて、冷静になって、で情報を集めたりとか、あとつながりを持ってったりとか、そういうふうにしていけばいいんじゃないかなと思います。 まあこういった病気、まあ癌に限らずなんですけども、やっぱり今の時代、もいろんなこう病気を抱えたりとか、もちろん癌んも含めてなんですけども、まあそういった、こう、抱えながらでも、こう、安心して、こう、暮らせるような、そういった生活ができるような制度ですとか、そういうのはもっともっと、こう、できたらいいなっていうふうには思います。そう、えっ、ー、と、今、自分自身が治療がもう終わってる状態で様子を見てる感じなんで、自分の生活には、 あの特には影響はないんですけれども今結構いろいろ医療もこう進歩している中でいろんな薬ですとか治療はできてはいるんですけれどもそれとこう並行して副作用ですとかあとはいろいろお金の問題ですとかそういう部分制度のとかでもこうまだまだちょっとこうそこに苦しんでいる。こう 患者さんって結構多くいらっしゃるなっていう話を聞くもんですからそういったところがこう一つ一つ解決できればいいなっていうふうには思います。